富士山女子駅伝区間予想。さあさあさあやってまいりました、来ました、このシリーズ。今日はどこの大学でしょうか。今日は拓殖大学です。あ、やるのか拓殖。はい、復活ですね、あの方の、あの、はい、あのフワちゃんが陸上ファン待ってましたよね、うん、待ってましたよ、うん、もうだって1年ぶりでしょ、1年ちょっとぶり ね、うん、それは待ちますね。でやっと今回エントリーですから、うん、まあでもまだ出るかどうか分かんないですよね、正直ね。そうなんよね、もう出てほしいけど。その体調的なものは大丈夫なの、どうなの。怪我はだいぶ良くなって走れるようにはなってるみたいですね、うん、走ってる姿見た人はいるんですか。なんかもう練習はしてるみたいです。なるほど、どうやら走ってほしいね。走ってほしい。まあでもここまで待ったんでね、うん、待ってちゃんと直してるんじゃないですか。まあまあそういうこと ね、 なるほどね、しっかり順調に来てると、はい、富士山には、うん、そう思うけどね、うん、ちなみにそのフワちゃんが休んでる間の拓殖はどうだったんですか。ちょっとやっぱ厳しいね、厳しい戦い。森の都もね12位でした。あ、そう。まあ途中まで良かったんで、はい、ここにフワちゃんがいたらなってみんな言ってましたよ、ね、あったね、はい、そういう時ありました、うん、なるほどね。そしたら上位いけてたね、いけるっていう、うん、ってことは今回かなり注目じゃないですか。いや注目ですよね、うん、分かりました、はい。今回はね、フワちゃんをお尻に押してるヨッシーがいますので、はい、どうちゃんからの予想でいきます。あ、分かりました。あ、どうちゃんから、はい、いきます。はい、僕はこうしました。おい、ドン。おい、1区岩崎選手、はい、2区片桐選手、うん、3区池西選手、うん、4区山田選手、うん、5区フワちゃん、はい、6区小野選手、うん、7区新井選手。お、なるほどね、ということにしました、はいはい。まず1区の岩崎さん、はいはい、森の都で、区間3位でしたね、うんうん、ですね。1年生で、うん、まあ、森の都でいきなり区間3位ということはやっぱ強いんだと思って、うん、強いね。で彼女は高校でもちょっと名前売れてたんで、うん、ちょっと1区で走ってもう爆走してほしいなと思います。なるほど、はい。で2区はね、経験豊富な片桐さんにしました、うん、はい。この方アンカーとか後半の区間をよく走ること多かったんですけど、うんうんですね、ちょっとね後半区間も今年はねちょっと不調だったんで、うん、森の都とか不調だったんで、うん、ちょっと2区あたりで、うん、あのまだ中段が、まあ、固まってるような状態で、うん、あの走らせたらいいんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどね。で3区は池西選手、はい、もうこの方は短距離の選手なんで、うん、まあ、1500の選手なんで、うん、もうこの3区っていう距離にぴったりかなと思います、うんうん、まあ昨年も走りましたし、ね、そうですね、はい、ですからまあ経験もあるということで、うん、池根さんもしました、はい。で4区は山田選手にしました。おい、昨年ここの区間を走ってますね、うん、区間7位で走ってるんですけど、うんうん、はい、まあ、その後もね結構順調に来てるんで今年1年、うんうん、だからまた経験のある4区で走って僕は開けないと思います、うんうん、はい。で5区は不破聖衣来選手ですね。まあね、まあね、もう本当に大きな説明はないんですけど、はい、まあゲームチェンジですよね、うん、もうここでトップで渡るってことが、まあ、その可能性的にはありますけど、うん、あんまりない可能性もの方が高いんで、うん、あの他のチーム強いからです ね、 そうね。だからここの5区で最長区間でゲームチェンジしてほしいかなと思います。なるほど、ね、はい、まあ、みんなそこを見たいんじゃないかな、うん、ごぼう抜きね。ごぼう抜きです、うん、はい。で6区はこちらも1年生小野選手、はい、こちらはですね森の都1区で5位で走ってるんですよ、うん、そうですよ、うん、で1区で結構素晴らしい選手が多かった中で、うん、拓殖は1年生のこの小野選手だったんですよ、うん、で5位で来て、うん、すごいね、すごいなって、うん、まあ、岩崎さんは僕知ってたんですけど、うん、小野さんちょっと存じ上げなくて、うん、で森の都でやっぱりあこの子富士山も走るなと思いました、うん、はい、なるほど。でまあ1区はねどうしても岩崎さんを使いたかったんで、うん、まあちょっと短めの6区で行きたいなと思います、うん、はい。でアンカーは新井選手、うん、はい、まあ去年かな、うん、去年までの駅伝は抜群に強かったんですけど、うん、今年に入ってちょっと歯車が合ってないような走りがちょっとあるんですよね、うんうんはいはい、だけどやっぱ経験はめちゃくちゃあるんで1年生の頃から、うん、だからもうアンカーで、はい、これからの拓殖を担うためにも、うん、まあ、彼女がアンカーでいいんじゃないかなと思います。お、分かりました。はい、ボアちゃんはねこうやって僕に名前あるだけで嬉しいですね。嬉しいですね、うん、ワクワクしますよ。楽しみですけれども、ヨシの予想どうなってるんでしょうか。よろしくお願いします。はい、僕はこちらです。どん。1区小野選手、うん、2区に池西選手、うん、3区に岩崎選手、うん、4区に門脇選手、5区に不破選手、うん、6区に片桐選手、7区に新井選手。なるほどね、はいはい。まず1区小野選手はね、うん、まあ、どうちゃんも言ってましたけど、まあ、森の都駅伝で1区で5位っていうね、うん、はい、素晴らしい走りをしましたね。素晴らしかった、はい。であの高校時代もね都道府県駅伝も1区で5位だったんですよ。ああ、そう、はい、なるほどね。なんでまあ1区がすごい合ってるのかなと思って、うん、もう1区に置きました、はいはい、1区のスペシャリストになってほしいですね、うん、はい。2区に僕はね池西選手にしました、はい。まあ、短い距離得意なランナーなんですけど、うん、今季ね5000で結構 PB 出しまくってるんですよ、はい。森の都はね出れなかったんですけど、うん、
去年ね3区を走った経験もありますんで、うん、僕はちょっと2区に池西さんを置きたいかなと思います。なるほど、はい、で3区はねやっぱ1年生を置きたくて岩崎選手にしました、うん、はい、まあ、あの学法石川出身でね都道府県駅でも区間賞を取ってるランナーなんですよね、うんうん、で森の都もね2区で3位という結果出してますんで、うん、まあ、ここ抜擢されるんじゃないかなと思いますね。なるほど、はい、うん、で4区に門脇選手3年生ですね、うん、まあ、森の都はね4区で6位で走りましたし、うん、あの富士山も1年生2年生の時走ってますんで、うん、そしてあの4区も経験済みなんで、うん、ここはもう経験者の門脇さんでいいんじゃないかなと思います、うん、なるほどね、はい、で5区にね不破選手ですね、うん、はい、まあやっとエントリーですよ。もう本当にね、うん、この1年待ちに待ってましたね、はい、ね、またねあのとんでもない走りがね見たいですね、うん、はい、ね、ということで不破選手やっぱこの一番最長区間で見たいと思います、うん、はい、はい、で6区は片桐選手にしました、うん、はい、まあ、ちょっとね今季はね本当不調だと思うんですよ、うん、で森の都もね6区で16位でしたけど、うん、まあ、やっぱり経験はね本当に豊富なんで、うん、7人のメンバーに入ってくるんじゃないかなと思ってます、うん、なるほどね、はい、でその場合やっぱ6区が一番適任なのかなと思ってますね、うん、そういうことね、はい、はい、で7区はねもう新井選手ですね、はい、この方もちょっとね今季不調なんですけど、うん、まあ、森の都では5区で23位っていうね、うん、結果でしたんで、ただね前回7区走って2位でしたから、うん、この7区って特殊区間というか最後上りがずっとあるんで、山登りなんですよ、そう、はい、まあ、そこがやっぱり得意なんじゃないかなということで、うんうん、まあ、今年も7区に抜擢されるんじゃないかなと思います。どうちゃんもね7区ですもんね。そうですね、そうですね、山の適性で僕も選びました、うん、やっぱりね適性あるんですね、うん、と思いますけどね、うん、200か300ぐらいしか登らないんですけどね、うん、まあ、結構緩やかに、はい、なるほどね、登っていく感じですね。で上に競技場とかねゴールがあり、うん、ゴールがあります、うん、じゃあ最後の坂って感じでしょ。最後の坂で一番力使うとこできつい頃ですね。うん、わかりました。はい、フワちゃんがね万全だったら、うん、もちろん5区で見たいですけど、そうですね、もしかしたら違う区間の可能性あるってことでしょ。そうですね、あると思いますよ。うん、短いところに配置される可能性もあるんですかね。可能性ありますよね、調子次第だね、うんうん、とにかく走ってる姿は見たいですね。そうですね、うん、はい、わかりました。それではですねこうやってフワちゃん復活して盛り上がってますけど、はい、7人以外、まあ言ったら8番目の選手、はい、どうしても入れたかったもう一人の選手いると思います、はいはい、そちら教えてください。どうちゃんからお願いします、はい、僕は4年生土井選手です、うん、おお、4年生4年生ですね、うん、まあ、あの4年生でエントリーされてるのは土井選手だけなんですけど、うん、まあ、彼女はやっぱ経験、駅伝の経験は今までずっと多かったんですよね、うん、まあ、もちろん今回走る可能性はありますけど、うん、まあ、あの森の都ではサポートに回ってました、うん、でもうあのやっぱ彼女はあのハマった時はめちゃくちゃ強いんで、うん、まあ、6キロ区間とかは誰か何かあった時には土井選手に代わってで、まあ、土井選手走るかもしれませんよ、うん、でもその土井選手がまた力発揮したら名城に勝つんじゃないって感じがします、ね、本当マジっすか。いやそのフワちゃん以外のところでちょっとちゃんと走れたら勝つんじゃないと思います、ね、なるほどね、はい、相当ね期待しておるわけが7人には決めてないんですね。いつもそんな感じです。毎回そうですけど、まあね、わかりました。ではよし、どうしても入れたかった8番目の選手お願いします。はい、僕はですね古澤選手ですね。そうだね、はい、まあ、去年もね1年生で森の都も富士山もどっちも出たんですよ、うん、はいはい、はい、今年の森の都もね出ましたんで、うん、ただ3区で11位っていう結果だったんですよね、うん、なんでちょっとねあの他にも経験豊富な選手もいたんでちょっと外してしまいましたけど、うん、まあ実績的には出てきても全然おかしくないですよ、うんうん、なるほどね、はい、わかりました。いやでもね、うん、これ聞いていいのかな、はい、優勝候補はもう名城で間違いないですよね。間違いない、ね、そこはもう間違いないですよね、はい、どうですか、あの順位予想するとしたら、はい、どのくらいを考えますか。どうなんすかね、僕ね、はい、平気で5位以内はあると思います。平気で、はい、平気で、はいも, うね、もちろんフワちゃんがいなきゃダメです。まあまあね、うんうん、僕もまあそのぐらいなんですけど、うん、まあ、8位入賞を目指す感じになるのかな。そうですね、まあ、フワちゃんがあのいつもの爆走できれば、うん、まあ、5位も見えてくれると思いますね、うん、なるほど、はい、5位以内ってことは、まあ、2位とか1位もあるかもしれないってことでしょ。どうちゃん、いやあると思います。ある、僕はね、あの森の都の6人のメンバーも、うん、ちゃんと走れたら、うん、上位には来てたと思うんですよ、うんうん、そう、ちゃんと走れるか走れないかだけですよね。まあそうだね、はい、まあそれはどこでもいいわけです。どこでもそうです、はい、まあそうですね。いやそういうの注目ですね。注目です。わかりました、はい、はい。じゃあ、皆さんと一緒にですね盛り上がって見ていきましょう。はい、本日は富士山女子駅伝区間予想拓殖大でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。